まあ言うまでもないダルビッシュ有ね、世界一のピッチャーです。いや、あのさ、約束したの覚えてる？メジャー行く年のもう本当に最終戦ぐらいの時にメジャー行くっていうんで、じゃあインタビューしてくださいとテレビ局に頼まれて、はい、で世界一のピッチャーになるために行くんだよねって言って、はいはい、それ覚えてる？あ、でも覚えてますか、はい、なんとなく、はい、なんとなくじゃないいや、それは達成できた？いやー、だから総合的に言うと達成できてないですね。やっぱ変化球に関しては自信はありますけど、今の変化球を投げるっていうところに関しては、うん、ただ総合力で言うとまだまだ足りない部分がたくさんあるっていうのは思ってます。あ、そう、はい、でもメジャー行ってまず衝撃を受けたことっていうのは何だったの？受けた？それとも、はい、いや、これは大丈夫、できるって思った？うん、まあ大丈夫だと思いましたけど、ただ同時にパワーであったりとか、うん、まあ、その、まあ、スピードっていうところにやっぱりすごくびっくりしました。あのスピード持ってて？はい、やっぱりピッチャーのスピードもそうですけど、野手の走るスピードとか、まあ、そういうのもありますし、まあ、スイングスピード、当たった時のボールの飛び方とか、うん、まあ、やっぱりそのピッチャーだったらあのキャッチボールするとその球の重さであったりとか、うん、まあ、そういうところが全然違ったので、はい、じゃあどっから着手したの？どういうふうにしていかなきゃいかんと思ったの？まあ、やっぱりまずはトレーニングっていうところで、まあ、そこはある程度予想はついたので、うん、2010年の9月ぐらいからトレーニングしっかり本格的にやり始めたんですけど、うん、将来的にメジャー行く時のために、うん、で、まあ、向こう行って足りないなっていうふうに思いましたし、でそれでこういろんなやり方をしながらそこから数年は体を強くしていってました。でも体は完成形になったの？もう、いや、まだ僕は諦めてないですね。まだ完成形じゃない。いや、それがさ俺思うんだけど36でしょ？はい、36、今年7ですね。まだなんか成長してるよね。いや、普通だったら大体33ぐらいをめどにこう下降気味になってきて、うん、はい、それを維持するのが大変だっていう人がいるのに、うん、はいはい、毎年なんか違ったダルビッシュがマウンドに立ってるよね、うん、そうですかね。それももがいてないんだよ、うん、だから楽しそうに試してるんだよ、うん、それはなんで？いや、でもやっぱりなんすかね、日々自分の体と向き合ってやっぱりちょっとおかしいなっていうところがあると、まあ、やっぱり改善しようとは日々してるので、うん、まあ、でもそれはやっぱりこう自分は全くまだその衰えとかっていうのは今のところ感じてないですけれども、でも年齢も分かってるのでそこへの怖さは正直あるんですよ。だからよりあります。だからよりその慎重にで敏感にいろんなことはずっとやってますね。でも賢いよね。そうですか。いやいや、こうね、段階があるんだよ、やっぱり。で、人生にも段階をすごく見てて感じてて、はい、やんちゃなダルがいて、ね、はい、で、なんか勢いよく飛び出していって、それで構成してみたいな、構成って直すとこもないんだろうけども、なんか家庭を大事にしてとか、はいはい、何が起きたのかっていうさ、いや、まあでも若い時は確かに今考えてもやっぱすごく恥ずかしくなるような、まあ、言動であったりいっぱいありましたけど、うん、やっぱ向こう行って、まあ、妻と出会って、子供たちも一緒に、うん、あの育てながら、まあ、やっぱり以前結婚してたんですけど、その子供たちもいるので、うん、なんかそういうところでいろいろこう後悔やったりこうしてるうちにこう、まあ、今の妻にもいろんなことを教えていただいてるんですけど、まあ、そういうのでだんだんこの自分がこう価値がある人間だって勘違いしてたのをそうじゃないっていうのをだんだんこう理解してきたっていうところで、いろんなその自分の悪い部分が晴れていったっていうのはありますね。今それを36で分かるっていうのはすごいと思うよいや、だからうちの女房が今日ついてきたっていうのはダルビッシュさんに会いたいと、はい、それは何でかっていうと、いや、野球人と会う前に俺は夫であると、はいはい、その言葉に感動して、うん、いや、もうぜひ会いたいっつってついてきたの。ああ、光栄です。いやいやいや、だけどそれは何、自分で気がついたの、それともいろんなものから学んだの？例えばメジャーリーガーとか、うん、他の別の仲間とか。まあ、でもやっぱりアメリカってこうすごく家族、うん、まあ、ファミリーファーストなので、うん、まあ、その中にずっといることによって、やっぱりこっちってどっちかっていうとこう男性優位というか、あ、そうそう、まあ、所得があるじゃないですか、うん、その中で育ってきてたので、うん、そういう傾向があった時期もあったんですけど、数年もう僕全くこっちに帰ってきてなかったので、うん、それが当たり前の世界になってきた時に自分の価値観もだんだんそっちの方に、まあ、シフトしていくのは割と自然だと思うんですよ。僕も英語もそこそこ話せるっていうのも良かったと思うんですけど、うんうんうん、まあ、そういうところからだんだんこう自分への例えば自問自答、まあ、日々暇なんで、ずっと家にいるんで
そうなるとやっぱり自分に対して過去のことをやっぱり思うこともたくさんありますし、自分に対して厳しいことはずっと投げかけるっていうところがあるので、うん、そこでだんだんこう気づいていったっていうところですね、うん。まあ、それをすることによって野球への変化っていうのもあった。そうですね。だからやっぱりこのなんていうのか、価値がある人なのかそうじゃないのかっていうところは僕の中ではすごく大きかったんですけど、それは価値があると思ってた自分がそうじゃなかったって気づいた時に、例えば野球してる時もいろんな周りの方がこうサポートしてくださっているのとか、まあ当たり前じゃないっていうのもやっぱり本当に深いところからやっぱり理解できるわけじゃないですか。そうなるとまあいろんなことに対してもちろん感謝があるってことは、一個一個がやっぱりの行動、まあ、その野球に対する行動とかが以前とは違ってもっと意味のあるもの、まあ、それが野球だけじゃなくて人生に対しても自分にとって意味があるものに変わっていったのかなっていうふうには思いますね。それは何、メジャーに行ったから気づいたことなのか、うん、それともその結婚したから気づいたものなのか、うん、どっちなの、両方なの、まあ、だから今の妻と日本で結婚して日本でこう一緒に子育てをしたことはないので、うん、そこは何とも言えないんですけれども、まあ、そのアメリカで今の妻と出会ったっていうところはやっぱり自分の中ではすごく大きかったんじゃないかなっていうふうには思いますね。いやだけど日本のねプロ野球選手って確かにみんなから尊敬されるとか、うん、まあ、ステータスが多少あると思うんだけど、うんうん、でもメジャーとの比較をすると雲泥の差なんと思うんだよね、うんうん、やっぱメジャーの人たちってなんか人格者が多いというかさ、うんうん、そういう考え方をしっかり持ってるというかさ、うんうん、それは感じるやっぱり。そうですね、だからやっぱり向こうって割とこの、まあ、キリスト教とかそうカトリックとかいろいろあると思うんですけど、やっぱりこの今回の WBC へのみんなのその向き合い方もそうなんですけど、うん、野球って本当に人生の一部なんで、うん、だからこうその前にやっぱり人間であることがやっぱりすごく大事だと思ってるんですよ、うん、向こうは。だからどんだけ野球ですごくても、だからこう偉そうにしてたりとか家族を大事にしてないっていう選手はやっぱり尊敬されないですし、やっぱりまず人間が先っていうところがやっぱり僕はいて感じますね。でもさ、いつから変わったんだ、こんな素晴らしく。本当ですか？いやいや、本当に。いや、じゃないと、はい、例えば WBC のね、はい、練習をやるベンチにいる、はい、やっぱこう、みんなが聞きに来てるよね、うん。それはやっぱ人間的な器がないと、やっぱ聞けないもんだと思うんだよ。うん、逆の立場でも。はい、だから、そういう、何でもいいよ、いらっしゃい、いらっしゃい、みたいな感じがあるじゃない。うん、そうですか。いや、そう、いやだからすごい器がでかくなったなと思ってさ、はい、いや正直言ってよ、はい、日本の時は寄りつきにくいなっていう雰囲気があった、はいはい、あったんだけど、はい、でも全然変わったよね。うん、ありがとうございます。それは嬉しいことだ。いやだからそこはどうなんですかね、嬉しいかどうか。それでも他の人からの評価っていうのは、もちろんその高木さんがそうやって言ってくださるの嬉しいんですけど、僕からしたらあまりその自分に対してこうなんていうのかな、意味があるかっていうよりか、自分は自分の価値分かってるんで、うんうんうん、どこが良くてどこが悪いっていうのは分かってるんで、そうやって言ってくださるの嬉しいんですけど、でもそれによって自分が惑わされることはないんで、うん、だからその結構ほら言われてなんかハッピーっていう感じではないです。そう、すごく光栄ですよ、うん、光栄なんですけど、いやいや、そこは自分はそこは変わらないっていうところ。すごい冷静だよね。そうです。例えば日本からメジャーに行く人っていうのはたくさんいると思ってて、はい、で俺は日本で、まあ、もちろんナンバーワンだし世界一のピッチャーだと思ってるんだけども、はい、例えばそれに続くのが大谷であったり佐々木朗希であったりっていうところがある。でダルから見てて大谷っていうピッチャーはどういうピッチャーなの？いやもうこの数日一緒にずっといて、うん、いろんな箱と話してるんですけど、ピッチャーっていうのはもちろんすごいピッチャーなんですけど、うん、バッターとしてもすごいんですけど、僕はやっぱ人間として本当に素晴らしいなと思いますね。だからピッチャーとしてももちろんその話しててもやっぱり理由があっていろんなことしてるんですよね、うん、で遊び心もちゃんとありますし、でも謙虚でもありますし、だからこれ本当に大谷君ってまだ伸びしろがいくらでもあるんですよ、話してると、だからそういう意味でなんていうかな、今佐々木君もいますけど佐々木君と同じぐらいまだ伸びしろがあるって僕は思ってるピッチャーで、ピッチャーの部分でね、ピッチャーとしても全然これからまだまだ、うんうん、まあ、っていう選手でも、もちろんすごいですよ、メジャーでもトップレベルももちろんピッチャーなので、ただまだ先があるっていうのは思います。佐々木朗希は、佐々木君はもちろんそのもう持って生まれたものっていうのがすごくて、で話してもやっぱり賢いですし、うん、そのまあ、普段 その練習であったりとか、まあ、あのまだトレーニングとか思い切ったことしてないと思うんですけど、うん、まあ、ストレッチを中心にとか、ただまあ見てて持ってるモードで今165キロ投げてるんで、
もう今のうちでもやっぱりもちろんとんでもないですけども、これからやっぱりこうしっかりとしたトレーニングであったりとか栄養の管理であったりとかってしていた時に、本当に世界ナンバーワンのピッチャーに僕はなれると思ってます。何をアドバイスします？今だったら例えば飯食えとか、うん、ご飯は食べてますね。すごい食べてますね。食べてる、食べてます。ただその例えばご飯食べてやっぱこうやって、うん、みんなでこう寄りながら、あ、どういう食べ方してるのかっていうのもチェックしてんの？じゃあ全部見ます。お、すごいね。大谷君が来てからも毎回大谷君別のテーブル座ってても何食べてるか何をおかわりしてるか全部見てます。へー。あ、そう。じゃあ食事の面でも何から先に食べたりだとか、うん、どのぐらいの量を食べるとか、うん、そういうのはやっぱり意識してるんだ。僕は何から先に食べるっていうのはあんまり意識しないんですけども、うん、全体的には例えばカロリーであったりとか、まあ、タンパク質、その脂質、糖質のバランスはどういう感じで個人個人が考えてやってるのか、それとも何も考えてないのかっていうのは食事の量とかを1回言ったら分かんないですけど、毎回見てると分かるんで、うん、それは、はい、誰がいい食べ方してる？この全日本の中で。うん、まあ、でもそれ人それぞれあると思うんですよ。野菜中心が好きなとか、うんうんうん、ただ僕はやっぱりずっと大谷が若い時一緒にトレーニングしてましたから、いろんな栄養の話とかしましたから、僕はそのサプリメントであったり食事であったりトレーニングのバランスっていうのは僕は大谷君の方が一番好きです。やっぱりトップはやっぱ違ってくるんだよね。取り方とかそういう食事の考え方とかを含めて、うん、はい、でもまあその早い2人がねいて、うん、でダルはまっすぐでの空振り率っていうのがメジャーでトップを取った時あるじゃない、うん、はい、これってトラックマンとかで回転数とか言うけども、うん、ダルはどう考えてるの？空振りを取れるまっすぐっていうのはそれは確かに組み立てもあると思うんだけども、うん、はい、自分の場合はまあ多分2つあって、その組み立てがまず最初に来ると思うんですね、うん、変化球がメインでみんな変化球ばっかり待ってる、どんな変化球次来るんだっていうところで急にまっすぐ高めにバンって来るから、うん、それに遅れて空振りっていうのが多いのと、まあ、あとその自分はリリースポイントが低いんですよ、うん、割と、うん、なので低いところから高いところに来るっていうこの角度ですよね、うん、この角度のある例えば大勢投手の今の巨人の選手あるのはアプローチアングルっていうんですけど、こういう角度で来るやっぱり球っていうのはどうしてもやっぱり空振りが多くなるんで、だ自分の場合はなるべくその球を高めにこう集めていると必然的にやっぱり空振りが多くなるっていうのはあると思うんですよ。だからその2つが主な理由かなっていう。あのよくね上からこう、はい、こういう角度はいいって言うじゃない、はいはい、低い角度っていうのはやっぱラインに合いやすいバッターの、うんうん、ってよく言われるじゃない、はい、さらに低いところから上っていうのを意識してるわけ。だからその低いところから出てくるのがその空振り取れないっていうよりかは低いところから低いところに投げるから空振り取れないんですよ。だからリリースポイントが低いピッチャーっていうのは基本的には高めに投げた方がこういう角度で来るんで、まあ、空振りだったりファールっていうのが取りやすい、特にメジャーの選手もこうなんで、はいはい、だそういうところで、そうですね。だから上から投げてるんだけども、うん、アンダースローのような軌道でボールを投げれると空振りが取りやすいということ。まあそうですね。だからなるべく極端に言えば、このリリースポイントではこれちゃんとエクステンションでこのリリースのどれだけ前かっていうところと、はい、これがやっぱここなのかここなのかで全然その発射角が違うじゃないですか。だからそこをみんな結構今は見てますね、どこの球団も。ね、そういうピッチャーをみんな高めに投げてくれってなります。それはいつ気がついたの？でもアプローチアングルがどうとか言われだしたのはでも現場ではやっぱりこの2年ぐらいなんで、うん、でもすぐ取り入れた。でも自分がそれはできてた、うん、まあ僕はもともとその良かったんですよ、うん、なんとなく高めにの方が数字が良かったんで投げてたら、まあ、紐解いてみたらそれのアプローチアングルってやつの数字が良くて、でこう高めにやっぱり投げといて良かったんだなっていうのは。今のフライボール革命じゃないけど、はい、今ちょっと煽るような打ち方って多いじゃない、はいはいはい、それに対しての対応のボールっていうこともあるわけ。そうですね、